署名用紙皆さんの方にも回っていると思いますが、どんどん集めて小野寺先生たちの運動をみんなで後押ししたいと思います。それでは次は立憲民主党宮城県連幹事長の鎌田小百合さん、お願いします。ご通行中の皆さん、そして今日は天気のいい、ありがとうございます。日曜日になりました。お買い物にお出かけの皆さん、緊急事態宣言が続く中、そして解除が言い渡された中、お久しぶりの外出の方もいらっしゃると思います。でもこの秋には第2波がやってくると言われています。九州ではすでに第2波の到来の中にある町もございます。どうぞ皆さん、これからも細心の注意を払って、そしてそれぞれの心だけは距離を置かないように協力し合って乗り越えていこうではありませんか。今日は市民連合の皆さんと共に、私たち立憲民主党、そして日本共産党さん、社民党さんと共に、国民民主党、立憲野党が一緒に皆様に3ヶ月ぶりにこの街頭から訴えをさせていただいております。まず私鎌田小百合から冒頭申し上げたいことが一つ、大事なことがあります。政治は変えられないと思っている方、今回の検察庁法の改悪、この問題で政治を変えることができると思った方がきっといらっしゃると思います。デモをすることはできない、集会をすることもできない、だけど私たちにはインターネット、ツイッター、あらゆるネットの手段を通じて黒川氏を、黒川さんという人を突然閣議決定をして、検察庁法を変えて安倍さんの、安倍政権を守る、そんな人を検察のトップに置くわけにはいかない、検察庁法の改悪を阻止するために多くの人が SNS で声を上げました。結果として継続審査となり、9月の臨時国会まで見送る形になりました。政治を動かしたのは間違いなく市民の声の力なんです。変えられるんです。変えることができる、これが政治なんです。だから皆さん、どうか今の安倍政権の行っている嘘、でたらめ、ごまかし、この政治に終止符を打つために、さらに皆さん共に声を上げていただきたいと思います。皆様も国会を見ていてご存知の通り、安倍政権の下で今年度の予算が組まれました。病床を減らす、我々の命を守るためのベッド数を減らすために600億円以上ものお金を予算としてかけていました。ありがとうございます。本末転倒なんです。そして皆さんのもとにまだ届いていないかもしれないアベノマスク、妊婦さんに送られるはずのアベノマスクは不良品、欠陥品だらけ。この検品にも8億円以上かかるのか、いやいや800万で済むのか、とにかく政府から出てくる政治は一つも信用できるものはない。政治に対して信頼を置けなければ、もうこの国の政治は衰退の一途をたどるだけです。だからこそ私たち国民が声を上げなければなりません。今安倍政権はこの6月の通常国会17日で会期を延長しないで閉じようとしています。今回の二次補正3分の1の10兆円は予備費ですよ。予備費10兆円、何に使われるか分かんない、こんな状態のままで逃げ切りを図ろうとしているのが安倍政権なんです。皆さん、許しちゃなりませんよ。ぜひ我々の力で次の大きな選挙の時に政治を根本から根っこから変えるために、市民と
野党の共闘で変えていこうじゃありませんか。どうぞ皆さん力を貸してください。以上、私立憲民主党の鎌田さゆりでございました。ありがとうございます。鎌田さん、ありがとうございました。市民の声が国会を変える、政治を変える、さよなら。